いつものね、あの、ね、一日のルーティンというかね、ちょっとお風呂入ったりすると、まあ、つけてる。いつものルーティンですね。こっちに映るかな。いつものルーティンだよね。ハトムギの化粧水。ちょっとね、いろいろあって、ちょっと映りがある。ごちゃごちゃした映りですね。うん。わかるです。ハトムギのルーティンです。化粧水はね、これ使ってますね。映りがね、パッとせんやけど、こういう感じですね。ちょっと今、ちょっと散らかってるんですね。うん。ちょっと。まあ、冬日のルーティンはこんな感じですね。映りがちょっとね、悪かったね。化粧水と、まあ、ほとんどね、あの、あれですよ。化粧水を、まあ、保湿で使ってるのと、乳液で、やるのと、あともう一つの、なんていうんですかね、ハトムギの、ジェル、保湿ジェル使ってたりしますね。保湿はね、やっぱり、うん、まあ、どんな皮膚でもやっぱり必要なんですね。乾燥は乾燥している人で、水分が多い人は水分がね、多い人。うん。まあ、それはね、やっぱり、その応じたようなね、化粧水使った方が本当はいいんでしょうね。うん。ちょっとお高めになるのね。やっぱ資生堂とか、あの、ファンケルとか、高いやつ1万円とか5千円と高いですよね。あれ高くて手が出ない。うん。だけどそれぐらいのを使うといいのかもしれないね。あと、30度過ぎると、まあ、あれはいいのかしらね。ドモフロリンクルとかね、いいかもしれないね。小じわとか、年取ったら、まあ、その中に入っている成分によるでしょうけど、で、あと中からね、あの、その、ちょっと、若返るっていうわけじゃないけど、その、保湿をしてあげるという、なんかそういうの売ってるんですよね、ほんとね。中からも、こう、外からも、カバーするというかね、二十歳過ぎると、人って老化していくんですね。ピークが20歳なんですよ。あの、細胞分裂のね、成長過程っていうのがね。って言われてるんですね。で、細胞分裂が落ちていて、だんだん老化現象。アルカリ性とかはいいんだけど、酸性になるとね、老けたりする。だから、運動もね、やっぱり運動もちょっと言葉が訛っちゃったけどね、あの、しすぎたらね、やっぱり酸性になっちゃうんでね、あの、老けちゃうんですよ。あの、活性酸素がね、癌の元になったりするんですよ。ほんでね、あの、老ける、老化の原因にもなります。はい。で、酸性をアルカリに戻す方法で言えば、まあ、重曹クエン酸なんですよ。で、蜂蜜。うん。クエン酸はね、いいんだけど、ちょっとね、歯に直接エナメルに当たると溶けやすくなっちゃうんで、まあ、私の場合はストローで、うん、言ってますわ。うん。エナメルがね、溶けるらしい、あんま飲めね。朝とね、晩しか飲まない。まあ、晩しか飲まないね、朝とかね。一日、クエン酸はね、あんま取りすぎてもね、溶けちゃうし、胃に負担かかっちゃうね。だけど、結石とか、腎臓結石とか、うん、なんか他の、そういう石ができにくい、石を溶かす効果があるらしいのね。できてしまったのがあれだけど、小さいうちにね、やると、うん、そのクエン酸がそういう効果があるらしいの知らないけど、その薬局のチラシに載ってましたね。クエン酸はそういう効果がある。あとストレス解消と、なんだったかな、イライラ防止、イライラ防止にもなるって書いてある。で、特に夏は夏バテをね、する季節だから、クエン酸いいらしいのね。そういう、売ってますね。薄めで飲むってことね。直接入れちゃいかんや。薄めて飲まないとね、本当に体がダメになっちゃいます。それは、ね、健康じゃなくて。うん。そういうの売ってんですよ。レモンとか、なんかああいう、こんな系でしたっけね。うん。まあ、クエン酸はね、直接、ちっちゃいスプーンでね、入れてるのもいいんじゃないかな。私はそうしてるんだけどね、計量スプーンでもうちっちゃいやつで、やってる。で、歯磨きする前も重曹を、で、口をうがいして、歯磨きをして、また重曹で、またペッペッとするという、ちょっと嫌な話するよね、そういう感じで。あとはね、飲むだけね、重曹クエン酸蜂蜜、そしたら、まあ、そういう話ですよ。うん。
だからまあ労働しすぎても通勤通学してもやっぱり良くないってこと分かりますよね。あの労働すると、いや俺は私は健康だって言うけど、老化現象とかがんのもとがね、その働きすぎたり通勤で運動するでしょ、まあいやもうそれだけでも活性酸素が発生しちゃってるのね、うん、老化現象のもとですよね。酸性になると老化現象になっていく、うん、まあ枯れちゃうというかね、老けていくという。まあ外に出るときは UV も少しはいりますね。多少は太陽の光は浴びないといけないけど、あの UV も少しはやった方がいいです。化粧品があるんですよ、私は持ってますよ。乳液じゃなくて、BB クリームと下地も持ってますね。アイシャドウも持ってるけど、ほんでね、ファンデーション、男の人とは女の人は関係ないです。塗った方がいいですよ。あのちょっとは塗らないとね、 UV をねちょっとしないけど、やりすぎてもまだね、あの皮膚がダメになっちゃうから、程よくねやるという感じですね。あんま化粧深くすると今度はね息ができなくなる、皮膚呼吸ができなくなるんでね。そういう感じで、男だか女だからとかね、化粧していかない、そういうことはないんですよ。化粧した方がじゃあね、若くも見られるけど、人間の 目からするデータとしてはね、ただプラスあの UV の効果があるということで。あと見た目は全部コスプレとかビジュアル系じゃないけどね、マシに見えたやつね。まあ異性でも同性でもモテるようになるかさは知らないね。人の脳から伝達が、目から伝達が行くんですよ。目にね電気信号があるんで、 目から入ったもうここ網膜っていうか、網膜は関係ないか、水晶体、うん、水晶体からこの脳に伝達行くときに、こう脳に見た映像が、うん、どういうふうに印象に映るかって、これ第一印象になるんですね。うん、昔の人は老けたりしてですよ、あの、あんま手入れしなかったが、今の人は手入れしてるか若いですね。うちの時代はちょっと古かったかダメだけど、今のね、二十歳前後の人は大体もう化粧してるんでね、もう、あんま老ける率は少ないと思いますね。はい。まあ、一旦これ終わります。雑談と化粧パック。まだ終わってないんですよ。